おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1530です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後の方にも言ったと思いますけど、今回はプラモデルを紹介したいと思います。で、今回のプラモデルはですね、以前一度紹介したことがあるやつのパワーアップ体みたいな、そんな感じのものを紹介したいと思います。それがこちら。じゃんと。はい。こちらですね、コトブキヤのメダロットシリーズアークビートルダッシュですね。はい、こちらを紹介したいと思います。で、以前紹介したのはアークビートルということで、そちらのね、パワーアップ体みたいな、そんな感じとなっております。で、私はですね、アークビートルよりもアークビートルダッシュのね、こちらの方が実は好きだったんでね。まあ、アークビートルが出れば、ダッシュも出るだろうっていうふうに思ってましたよね。まあ、無事発売されてとても嬉しく思っております。はい。で、こちらなんですけど、以前のね、アークビートルと違って、こちら変形できると。まあ、これね、パッケージだとちょっと分かりにくいと思いますけど、まあ、こちらがね、まあ、ある意味ロボット形態か、人型形態で、変形させたこちらですね、この形態にすることもできるというふうになっております。はい。で、一応今回なんですけど、今回はアークビートルダッシュの組み立て。で、次回はギミック関係の紹介と。そして、さらについですね、その時にかなり古いものなんですけど、アークビートルダッシュのプラモデルがね、昔出てまして、一応それをね、所持してますんで、それとの比較みたいな、それをちょっとやっていきたいと思っております。ということで、早速ですね、こちらを行きたいと思いますけど、パッケージはこんな感じというふうになっております。で、側面を見ると、こういう感じですね。はい。こちらが人型。で、これが後ろですね。で、右腕の武器、スカッター。頭部がアペンディクス。そして左腕がスプリンクですね。一応こういう感じのパーツ。あとは本当は下半身もね、名前あるはずなんですけどね。で、こちらに書いてある通り、以前のね、アークビートルと同じような感じで、フェイスバイザーですね。これは3種類ありますよと。で、背中の部分のカバーを開くと、中にメダルの脱着可能って、これも同じギミックですね。で、一応こちらの部分の一番のメインはこれですね。変形させる、マイティレクリスモードってやつですね。こちらの方にも差し替えによって変形できますという感じになってます。はい。一応こうですよと。で、さらに反対側がこういう形。まあ、ラインナップも載ってますしね。一応こちら、マルチカラーキットということで、素組みでこれだけの完成度という感じですね。まあ、これに関しては以前のやつと同じという感じですね。で、アークビートル。これは以前紹介しましたので、これもね、ちょっと見ていただければと思います。で、他にこういう感じでありますけど、最下値数ってやつですね。これも変形タイプ。こちらのアークビートルと同じような感じで、この人型形態と、マイキーレクリスモードっていう風にできるやつがこちらですね。はい。一応こんな感じの、今のところこれで8体目かな。なので、まあ、ラインナップっていうのはね、展開としてはかなりスローペースになってますが、こんな感じで進んでいるという感じになってます。で、一応、こちらの次ですね、アークビートルダッシュの次に出るのが、ここのところにいるイラストになってますが、これ、ティレルビートルっていうのももう、ようやく始まってるから、もうほぼ発売決定しますけどね。それをちょっと入手できたらまたやっていきたいと思っております。はい。ということで、早速こちら開けていきたいと思います。では、レッツ。オープン。はい。箱から出したのがこの状態となります。というと、まず一旦箱を逆さにして、スポッと抜いた状態です。本来はこのね、紙系は全部底になっているという感じですね。で、こちらの紙に関しては、これですね。これ以前にも入ってたセリフカードってやつですね。まあ、こちらに関しては点線がないので、ちゃんとね、ハサミで切り取る必要性がありますけど、こういうのがありますと。はい。一応こんな紙が入ってますよ。そして説明書があるので、これ後にしたいと思います。ここのところに、手首パーツがね、これがあるけど、手首パーツ今回は肌色なんだねってちょっと思いましたね。確か前回のやつは白だったと思うんです。これがちょっと違うんだねと。で、この辺が台座関係のパーツがあったりとか、一部もしかしたら共通パーツがあるからダブル可能性があるかなってちょっと思ってしまいましたね。まあ、これがポリキャップ関係。で、こちらのところにクリアパーツが一応白いやつとグリーンのやつがありますよと。で、これが塗装済みのフェイスバイザーと、これ塗装なしのやつがあるという感じですね。で、黄色のパーツがこんな感じ。で、あ、これ、ここの部分は多分使わないかな。これがもしかしたら手首パーツについてる武器のやつだったら使えますけど、ちょっとね、以前の脚部パーツというか、それにちょっと似てたんでね、ちょっとそういう風に思ってしまいましたけど、まあそういうのがありますよ。あとこちら。というか全体的にクリーム色っていうかね、そんな感じなんで、ちょっと肌色薄いっていうかね、明るい肌色っぽい色なんでね。これ真っ白じゃないんだなってちょっと思いましたね。うん。で、あと赤系のパーツと同じく肌色みたいなのがあるんで、ちょっとこの肌色のやつですね、最終的に出来上がった時にどんな感じに仕上がるのかちょっと楽しみな感じですね。で、こちらが特徴的なタンクパーツみたいな、こういうのがありますという感じですね。はい。これが一応パーツの全容というふうになっております。で、説明書の方がこういう感じですね。まあ、箱と同じイラストですよ。こちら側から始まるという感じですね。こうやって見ていきますと、これですね。ここで初めて出てくるわけですね。ここのところ。脚部がブレイザーってやつですね。で、頭部のアペンディクス、右腕、左腕。こんな感じですよ。で、変形させて、まあ、メタチェンジさせたこの状態にできますよ。ポーズ取らせるとこんな形です。で、いろいろこう見ていきますと、まあ、
ここでパーツリストと、こちらですね、部品の注文表があったりとか、ここのパーツですね、これが先ほど言った足かもしれないといったパーツですね。これもう中に組み込む感じになってるんで、まあこんな形なんだなっていうのがなんとなく分かっていただけるかなと思います。で、このままペラペラと作っていって、で、最終的にまあ組み替えたりしてね、いろいろこうやって、ここのとここうですね、ここでこうやってめくると、マイキーレクリスモードへの変形ってなってるんで、こうなってって、最終的にこの辺になって、これで完成と。で、ここのところに穴が開いてるというかね、股関節のところで穴が開いてるんで、ここにフライングベースをつけることができるというふうに載ってますね。はい。一応こんな感じですよと。で、これ見ていただくとわかると思いますけど、以前にありましたスプリングギミックは完全になくなってるわけですね。あれはね、特になくてもよかったかなと思ってた部分だったんでね。まあなくなって逆にスッキリしたかもしれないですね。はい。一応こんな感じの説明書とパーツ一式というふうになっております。はい。ということでですね、早速組み立てていきたいと思いますけど、こちらのメダロットに関しましては、ボディ、右腕、左腕、下半身というふうにパーツごとね、分かれておりますんで、まずはですね、説明書の通り、腕部からの組み立てをやっていきたいと思いますんで、説明書の通りの順番通りにパーツをささっとね、準備していきたいと思います。はい。パーツ一式準備できました。そしたらですね、まずこちらですね、このパーツを基部としまして、ここのところの肉抜き部分にこちらのパーツをつけますよと。で、こちら向き決まってるんで、この状態でしっかり入れてあげまして、ここのところにまずポリキャップですね、これをつけなきゃいけないよと。で、ポリキャップに関しましては、こちらですね、このところに書いてある A ってやつを使いますよと。で、こちらデザインナイフとかで使ってパチパチっとで切り離して使いますよと。で、これですね。まあ、ニッパーで来てもいいんですけど、こちら切り離しまして、使う向きっていうのが一応決まってるわけではないんですけど、こちらですね、実は切断面。これを本来は見えないようにしたいんですけど、これ見えるようにしておいた方がいいです。というのも、こちらのポリキャップ、ここのところに、後々の肘関節ですね。これがこういう風にはまりますと。これが横向きのね、この切り離し面を側面にね、この隠れるようにしてしまうと、その分だけ摩擦が減ってしまって、肘をこう曲げましたっていう時に、ここに前腕がついて、手をパッと離すと、摩擦が少ない分だけカクンと落ちやすいので、こちらね、切断面がちょっと見えてね、見栄えは悪くなってしまうんですけど、こういう風にしてあげた方がいいです。で、向き逆だね。こういう風にしなきゃいけないですよと。そしたらこれちょっと横に避けときまして、こちらのタンク状のパーツを組むよと。で、こちら突起出てるやつが、この凹みがあるやつとこういう風にくっつきますよ。今度は突起があるやつなんで、今度こちらとこちらで合体させて、この状態を作り、このパーツでこうやって重ねてあげます。そして出し忘れていたこのパーツ、こちらを使ってここでロックしますよと。こちらに関しては向きが決まってますんで、これをしっかりと準備しておいて、かっちりと入れてあげるとこういう感じですね。で、下の部分が固定になって、上がこうパカパカするというのを確認しておきます。で、これが準備できましたら、またちょっと避けときまして、次に前腕部分ですね。この2つのパーツをここで重ねてあげて、しっかりとパチンと。で、ここのところに、こちらのリングパーツをつけて固定してあげるという形になってます。で、これ見ていただくとね、わかると思いますけど、最初の方にもね、言った通り、こちら、スプリングギミックは一切ありませんと。前回のアークビートルの時はね、ここのところに弾丸発射ギミックがありましたけど、それがなくなってるんで、まあ、おもちゃ感がちょっと減ったかなって感じですかね。はい。一応このパーツを用意しましたら、こちらの、前腕パーツのここのへこみですね。ここのところにまた同じような感じでポリキャップですね。そちらをこのように用意してつけますよと。で、また同じくカット面ですね。これがサイドに行くと、また同じく摩擦がね、弱くなってしまうので、カット面が一応自分の方に見えるようにして、ここにセッティングしてあげます。で、これがセッティングできましたら、組んでおいたこちらのパーツを、もう一つのこちらのところにくっつけてあげまして、この状態でこちらを閉じてあげると、このパーツが出来上がりますよと。そしたら、ここのところにちっちゃく四角い穴があるんで、ここのところに、このね、ちょっと翼っぽいような、このパーツがここに入ります。で、前面のここのところに、こちらクリアパーツ。これですね、刺さる角度決まってますんで、それを確認して入れてあげますよ。爪で押してもいいんですけど、奥まで入らないようだったら、爪楊枝とかね、綿棒とかでギュッと押してあげると、しっかり奥まで入ってくれます。で、こちらのパーツができましたら、今度、ここですね。こちらのところに、またまた出し忘れてましたけど、こちらのパーツをつけますと。その時に、ここのところに、先ほどのポリキャップよりもちっちゃいやつですね。こちらは一応ナンバーとしては C になりますね。これをここのところにこうやって仕込みまして、これが段取りできましたら、こちらのところに入れますよと。で、こちらに関しては、ここのところしっかりガチッと入れてあげると、こういう形で入ります。ここのところに手首パーツが入るという形になってますね。そしたらこれちょっと横に避けときまして、先ほど組んでいたこちら。このパーツをね、また段取りしておきまして、こちらのパーツの中央部分にあるこのピンですね。ここのところにポリキャップ、
A ですね、同じやつをまた用意してここに入れてあげて、ここでグイッと入れてあげるとこういう感じで入ります。そしたらこちらのパーツで閉じてあげて、これで型部分が出来上がると。で今度こちらのピンですね、こちらと先ほど作っていたこちらをつなぐために、またここのピンのところにポリキャップですね、これをここにザクリと入れてあげますよと。でここに関しては丸い部分ズボッと入りますんで、これですね、カットした面がどうのっていうのは特にないので、そのまま適当に刺してあげればこの状態で奥まで入ってくれればこれで保持されますと。そしたらここのところにこいつがザクリと入ってくれるんで、これで腕が出来上がるという感じですね。であと手首パーツが一応ここのところにグーと平手と平手ということで、平手が2種類ありますと。でこちらに関しては形状確認でとりあえずつけていけば OK ですよと。まあ、とりあえずこれで、ね、グーが1個できましたんで、こちらのピンをここのところに差し込んであげる。そうするとこれでね、腕パーツとりあえず1個出来上がったと。であと残りですね、この辺のパーツ、一応ピンの形状、刺さるやつですね、これ丸ピンってこれ角ピンになってるんで、一応間違えることはないと思いますけど、左右ですね、それだけちょっと間違える可能性があるんで、一応それ確認して作ってあげるとこういう感じで平手ができますと。はい、これで手のパーツができましたということで、次にこちらのパーツをちょっと作っていきたいと思います。まずはですね、こちらのパーツの内側のここですね、ここにこのパーツが入りますよと。はい、そしてこれが仕込み終わったらもうこの状態で閉じてしまって OK ですと。はい、でこちらの丸いパーツがここに入りまして、上のここですね、これスライドでロックされますけど、ここのところの長穴のところにこちらの黄色いパーツですね、これちょっとちっちゃくて外れやすい可能性がありますんで、気になる方はね、接着した方がいいと思います。でこのようにつけますよと。であと側面のここですね、ここのところにこちらのパーツ、一応穴のね、長さ決まってるんで形合うようにして入れてあげて、こういう形を作り、こちらのパーツをここにね、あらかじめ仕込んでもいいんですけど、この状態で仕込んでこちらにつけるとなると非常にね、難しい形になるというか、かなり入れにくいので、こちらのパーツは肩のこっち側にもくっつけてしまいますよと。そしてここの丸穴のところにポリキャップですね、これを入れますよ。で同じくザクッと入れてあげて、こちらの仕込んだポリキャップのところにこの黄色いやつですね、こっから伸びてるこのピンですね、これがここのところに入りますと。で奥までザクリと入れてあげて、こちらのパネルは一応こう展開しておくのが正しいみたいなので、まあ、こんな感じにしてあげると、これで腕パーツが出来上がるという形になってます。はい、これで右腕の方ができましたので、左手の方ですね、それもささっと作ってしまいたいと思います。はい、出来上がったのがこちらという風になります。これで両腕揃いましたので、次は脚部ですね、そちらの方のパーツをささっとでちょっと用意してしまいたいと思います。はい、足のパーツ準備できました。一応こちらが足首パーツとかになってって、これがももパーツとかね、そんな感じになっております。まずはですね、こちらの筒状のパーツ、これをですね、あらかじめ3個作っておくと。まあ、片足分で3つ使うんでね、3個作っておきます。これに関しては全部同じ形状となっております。そしたら次にこちらの赤いパーツですね、これを組まなきゃいけないんですけど、赤いパーツ、こちらのベースですね、こちらをまずはここのところにこう仕込みますよと。はい、でこれ仕込みましたら上の部分ですね、これを閉じるようにこちらのパーツでざくりと。でピンありとピンなしがありますんで、まあ作り方は一緒なんですけど、これを右左でね、一個ずつ使うような形になってますんで、片側にピンありが寄って、もう反対側にはピンなしが寄るっていうね、そういう形ではないので、ピンあり、ピンなしが一個ずつ、まあ左右にこう分かれますよという感じになってます。で、こちらの玉の部分に先ほど作ったこのタンクパーツがここに入りますという形になってます。はい。で、こちらのパーツが準備できましたら、今度こちらのパーツですね、この筒状のパーツ、これの下の部分ですね、ここのところにポリキャップ、非常にちっちゃい C って言われたやつですね、これをここに仕込みますよ。でもう一個くっつけてあげたら、このポリキャップがこちらの上ですね、ここのところにこうやって入るわけですね。でこれ軸がちょっとね、折れやすい可能性があるんで、差し込むときにちょっと注意ですけど、まあこんな感じで入れてあげますよと。そしてこっちのね、ピンありの方がどちらかというとかかとになるような感じになってますんで、一応このような状態で配置してあげますよと。でこう組んだときに穴がとりあえず自分側を向くようにして、こう作ってあげたらですね、この上の丸のところですね、ここのところにこれをつなぐような感じでこいつが入ります。はい、で上のところに開いてあるこの穴ですね、ここのところに今度ポリキャップの B ってやつですね、これ初登場の B ですけど、これをこうやって仕込みますよと。はい、でこの状態だとちょっとここのところが不安定になってしまうので、これを連結するような感じでこのパネルをここに入れますよと。その時に
爪を引っ掛けて取るためのこの返しみたいですよね。これがかかと側に行くようなイメージでこうやってつけてあげて、まずこちらのパーツが一応段取りできましたということになりましたら、ちょっと横に避けておきまして、今度先ほど作ったこちらのタンクパーツとこれを連結してワンパーツ作る必要性がありますよと。で、こちらのパーツのここの部分ですね、こちらのところにこれですね、フレームアームズガールとかの首パーツっぽいやつですね、これをここに仕込みますよと。で、奥までパチンと入れてあげて、ちょっとこれ渋いんで、これねじ切れそうな感じがするんであれば、あらかじめちょっとね削るとかシリコンスプレー打つとかね、何かしら対策しておいた方がいいと思います。そしたらですね、こちらのパーツまずつるんとした方ですね、肉抜きではない方をこう向けまして、ここのところにこちらの筒パーツですね、これの引っかかりっていうか、これがない方をこう向けまして、ここで一旦差し込みます。で、この状態で奥までズボッと入らないので、この状態で半差しぐらいな感じ、先端だけ入れるような感じで入れてあげたら、ここでひねるわけですね。そうすると先ほどのこの返しのこの爪部分というかね、この引っかかり部分が180度回った状態で押し込むことができると。で、この状態になりましたら、この反対側のところにこちらのパーツをここに差し込んであげると。で、向かう向きとしてはこういう風に向けて、肉抜きが常に上を向きますという感じですね。で、このパーツ一応こういう風に抜けてしまうので、説明書の方ではここのところで接着って書いてあるんで、まあ抜けるようだったら接着した方がいいと思います。で、こちらのパーツ段取りいきましたら、こちらの玉の部分にこの筒状のパーツがここに入りますと。はい、ここでまたワンパーツできましたと。そしたら今度こちら赤いこのパネルのパーツのここのところにこちらのパーツをざくりと差し込みます。こちらのパーツはね、後々こう可動部分になるんで、これも抜けるようだったらあらかじめ接着した方がいいと思います。そしたらこちらのパーツをこのパーツの中に入れますよと。で、外側のね、ここのところにこういう風な感じで入りますんで、ここのところに入れて、内側のレール部分にこうやって爪が引っかかるようにして、こういう風に配置してあげますよ。そしたらここのところにポリキャップ A ですね、これを用意してあげて、ここのところにこいつをまた差し込んで、この状態で段取りしておきます。そしたら先ほどね用意してたこちらのパーツ、ここのところの上ですね、この仕込んだポリキャップのところに膝関節となるこちらのパーツをここに入れます。で、まずこちらですね、軸を先に入れてあげてから、こちらで押さえるような形になるんで、ね、順番逆にするとつけられないので、まあ、とりあえずこういう風に入れて、しっかりとバッチリ入れてあげるわけですね。で、そうするとこういう風に膝関節なんで、この状態を確認してあげたら、先ほどポリキャップ仕込んだこいつとここで合体させると。こちらのパネルの反対側に膨らみが出るんではなく、こうですね、こういう形になるようにして、ここにバッチリ入れてあげると。そしたらもう一枚のパネルのところのこの太ピンですね、ここのところに先ほど作ったこいつが入ります。その際こうピンをこう向けて、この丸穴ですね、これを自分向けて、肉抜きが内側になるようにして、ここにこうやって入れてあげて、このパーツを段取りします。これが段取りできましたら、こちらのパーツをここで合体させて、こいつ自体は前面にギュッと曲げてしまうと。で、こいつを沿わせるように最後まで下げてあげまして、この状態を作り、前面のここのところに黄色いパーツですね、これをここに入れます。さらに側面のここですね、こちらのところにある穴のところに、こちらのパネル状のパーツをここに入れてあげることによって、これで脚部はね1個右足分できましたと。で、根元の部分ですね、このポリキャップ部分でこうやって動かすことができるんで、まあ、こんな感じで設置性もいいという感じかな。はい、これで片足分できましたので、反対ですね、左足の方もささっと作ってしまいたいと思います。はい、出来上がったのがこちらという風になったんで、これで両足揃いましたので、次は下半身行きたいと思いますが、下半身といってもここをつなぐね中央ブロックのみとなっておりますんで、それと頭部パーツ、ボディという風に残りのパーツね、ささっと全部ここに段取りしてしまいたいと思います。はい、パーツの方準備できました。こちらが腰のパーツですね。で、頭部パーツとボディパーツという風に置いてあります。ということで、まずですね、腰のパーツ作っていきたいと思いますが、こちらですね、この3パーツを組み合わせて、まず1つ作りますと。で、こちらのパーツのこの一番ひらひらと出たやつですね、こちらを前面としまして、上のここのピンのところにこのパーツを仕込みますと。その際この切り鍵っていうかね、これが今持っているピン側ですね、こういう風な形で入りますよと。一応上から見るとこういう感じ、このひらひら側にこうなって、さらにこちらですね、ピンが下側を向くようにこうやってつけてあげます。で、これができましたら、こちらのパーツをここで挟み込んで、こうやってロックしてあげて、このパーツをまず作ります。そしたらちょっと横にね置いときまして、まずこちらのパーツをまた作りますよと。このパーツを2つ重ねてあげるだけです。ここのところにポリキャップ B ですね、これを上からズボリと入れてあげて、この形を作り、こちらのパーツをこれですね、この赤いやつで挟み込みます。で、挟み込むときに
こちらのピンありの方が一応こういう感じですね。手前から奥向きにこういう感じで入りますよということで、先にこっち側に仕込んだ方が分かりやすいですね。こちらのパーツをここに仕込み、ポリキャップですね、これがしっかりはまるように確認して入れてあげまして、こちらのところのもう一つへこみあるところですね、ここのところでこいつが入りますと。で、今みたく簡単に抜けちゃうんですけど、これが非常にやりにくいはやりにくいですよね。まあ、こんな感じで2つのパーツを入れたらこれで閉じますよ。はい、で奥までしっかり入れてポリキャップ潰れないのを確認して、はい、隙間なくこういう風に作ってあげるとこの形になりますよと。これができましたら、このパーツは後ろなんでこういう形になるのが正しいですね。でここのところにこのクリーム色のこのパネルパーツですね、これがここにズボッと入ります。上と先ほどね仕込んだこのパーツのところにポリキャップ A ですね、これがスポスポッと入ってきまして、あともう一個入れたらこれで腰パーツが出来上がるという形になっております。こちらへのパーツ、足ですね。これは後でやりたいと思いますので、まずこちらのパーツができましたよと。次に頭部パーツいきたいと思いますけど、こちらのパーツ、このベースのところの、こうですね、こう見るとハート型になってるやつ。これのところの上のところに、このパーツをここにスポッと入れると。そして反対側から閉じますよと。はい。こういう形になると。今までのパターンだと、やっぱりここのところに顔のパーツを入れてしまってから、これで閉じる風に見えますけど、今回ちょっと変形の都合上、こうなるのが正しいみたいですね。で、こちらの下のところに、この玉パーツですね。まあ、こちらの会社はポリキャップ。これをスポッと入れておいて、この形を作り、これもまたね、ちょっと横に避けておきます。で、今度こちらのパーツ、この2つですね。これが後々目の部分になるパーツを、ここで組んでしまい、下の部分ですね。ここにこいつをつけておきますよと。そうすると、このパーツが出来上がりましたので、これまたちょっと横に避けておいて、今度後ろのパーツのこの丸いやつですね。これを2つ組み合わせてこの形を作り、さらにこちらのとんがりですね、この保温パーツをここで2つ組み合わせてこちらをガチッと作ってこのパーツを作ります。で、できましたこちらとこの赤いやつをここで合体させ、さらに後ろですね、ここのところにこいつがスポッと入るとこの形で頭部パーツができると。で、これができましたらこちらのパーツをこのままスポッとは入らないので、斜め下から上に向けて差し込むみたいな、そんな感じみたいですね。一応グッと入れるとね、ここまで入ってくれますよと。ただこの状態じゃまだね、根の部分がかなり物足りないので、こちらですね、塗装済みのやつ2つとクリアなやつがありますと。まあ、私はちょっとねこのクリアなやつにしたいと思いますけど、これをそのまま前面からスポッと差し込んであげるとこの状態で保持してくれるという形になっております。一応ですね、僕の部分がこうクリーム色になってるんですけど、これ銀色に塗装するともっとねキラキラする可能性がありますんで、ちょっとそれをね塗装してみるのもありだと思います。これで頭部パーツができましたということで、組み立て最後になりますボディですね、こちらを作っていきたいと思います。説明書の方ではこちらですね、一番長いこのもう一個の方をですね、これ作りたいと思いますけど、こちらのパーツの中にこの黄色いやつを仕込みます。で、黄色いやつが上になるようにしてこの状態を作ってあげて、反対側からこちらで閉じてあげるとこの状態になると。で、一応隙間ないようにしっかりとざっくり差し込んであげて、こちらの後ろのところからこいつを入れてあげてクリアパーツを出すと。はい、こんな感じですね。で、さらにこちらの側面のところにある四角い穴、ここのところにこちらのパーツ、これを入れるんですけど、まあ、とりあえず適当に刺せばいいけどね。この形だとちょっと合わないので、あ、じゃあ逆だったんだねって言って入れ替えればいいだけなんでね。こういう風に入れるとぴったりハマる位置がね、決まってくるんで、この状態で入れてあげるとこの形になりますよと。これもちょっと外れやすいようだったら、あらかじめ接着した方がいいと思いますけど、こんな感じでこのパーツができました。そしたらこれちょっと横に避けときまして、この辺のパーツを組み合わせて1個のものを作ります。こちらに関しては首のパーツですね。これの前面のところに、こちらのパーツを組み合わせると。で、その時に形状決まりになってるんで、これを確認して取り付けてあげますよと。で、一応こちらですね、この形でここでバチッとこうやって入ってくれるわけですね。で、これが準備できましたら、赤いこちらのパーツ、これをね一応段取りしまして、こちらのね開口部分が後ろと。で、一応ちょっと板状になってるパーツが見えてると思いますけど、これが上になるんで、この形を準備してあげたら、これをここのところに仕込んであげる。まあ、これを先に仕込んであげた方がね、上下の区別つくと思いますけど、この形を作り、後ろのここのところに、これですね、メダルが入る部分、これをここに入れてあげますよと。そして、こちらのパーツでガチッとロックしてあげると、この形になりますよと。はい。そして下の部分ですね。ここのところに、
このパーツを付けます。これに関しては後々変形する都合上、これ接着してしまうともうダメになってしまうので、接着は厳禁です。さらに前面のここのちょっとへこんでる部分ですね、ここのところにこちらのパーツ、これをここのところに入れますよ。で入れるんですけど、これですね、スポット入ると隙間ができてしまうんで、これじゃ合ってないので、まあひねってあげたいしね、こういう風に差し込んであげると。でこれでもまた隙間ができてしまうので、あ、これ左右逆だったんだねっていうのが確認できるんで、こういう風に入れてあげて、また逆だねと。でさらにひねってあげてっていう形にして、あ、うまく入ったねっていうのを確認すると。一応説明書の方ではこちらが H の9で、こちらに入れるのが H の8ってことになってるんで、まあ説明書を見ながらね、正しく作ってあげた方がいいと思いますけど、向きとかね、パーツどっちがどっちだったっけなって分かんなくなった時には、とりあえず入れてみてうまくはまる位置ですね、あ、これ逆だなって言ったら、そのままひねってあげてね、入れてあげればうまく入りますと。でこのパーツ一応こんな感じでできてますけど、これ差し込みがね結構緩いので、逆さまにするとかね、ちょっと引っ張って抜けるようだったら、これあらかじめ接着した方がいいと思います。そしたらこのパーツ一応先にメダル入れたいと思いますね。後ろのここのところに、こちらのメダルですね、これをここのところに、まあちょっとやりにくいとかね、これ仕込みまして、上のちっちゃい穴、ここのところにこれですね、メダル脱落防止のこういう入れてあげると。これがね奥に入ってるんで非常にやりにくいんで、あらかじめですね、ラジペンとか、あとピンセット、それを利用してつまんでね、しっかり刺してあげれば OK と。ただ今みたいな感じでこのメダルですね、これも一緒に抜けてくる可能性がありますんで、先ほど言ったねラジオペンチとか、あとはピンセットですね、それを使ってささっとね刺してあげた方が楽ですね。はい、なんとかつけたらこんな感じになりました。これでこのパーツができましたんで、あと蓋ですね、これをここのところにパチッとつけて、あと閉じるとこの形ができて、ここのところに先ほど組んでたこのホーンパーツをここに差し込んであげると。ただこれに関してはちょっと内側に入ってる感じがあってね、なかなか差しにくいんで、ちょっと広げるようなイメージ入れてあげるとこういう感じになりますよ。あとはこちらのところに頭部パーツを差し込んであげると、これで胸部と頭部パーツが出来上がりますよと。でこちらバイザーパーツはこんな感じ、組んでいた股関節というかね、こちらの腰ブロックのところに先ほど組んだ足パーツですね、これを差し込んであげると。ちょっとですね、軸の部分が結構細いので、強引に動かしすぎると根元からボキッと折れる可能性があるんでね、あらかじめこれポリキャップこっちに入れるっていうよりも、先にこっちに仕込んでおいた方が扱いやすいかもしれないですね。こっちにあらかじめグッと入れて、それからこいつにつける方がいいかもしれないですね。うん、こっちの方が奥深く入ってますね。一応こんな感じにした方がいいと思います。これで下半身もできまして、最後に最初に組んだね、両腕パーツということで、各部のパーツが出来上がったという形になります。で、それ以外に平手パーツもありますし、合体時に使用する専用パーツっていうのがこういう感じであります。それと、最初ね、お見せした時に紙がありましたけどね、そちらを切り取って使うことができる台座の方と、これですね、支柱。これもありますんで、まあこれね、切り離すだけですけど、こういう感じにすることができるパーツで、これで一応今回組み立ての方が全部完了したという形になります。ということで、組み立ての方は終わりましたんで、こちらの方をすべて組み合わせた状態に行きたいと思いますけど、それは次回にしたいと思います。次回ですね、以前紹介したアークビート、あちらの方の腕とボディーパーツと下半身、こちらをね、軽く見た目を比較してから組み合わせて、アークビートルダッシュの方の可動範囲を軽く紹介していった後に変形させてね、マイティレクリスモード、こちらの方行きたいと思います。一応ですね、変形させる際にまたお話ししたいと思いますけど、接着してはいけない部分っていうのがね、こちら多数ありますんでね、その辺もお話ししていきたいと思っております。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。